FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。この番組は沖縄県内で活躍するサッカークラブ FC 琉球の魅力を伝える1時間番組、 FC 琉球ラバーズでございます。イエーイ。今日ツイキャス YouTube ご覧の方、あがりえさんがビッグな感じだけど大丈夫かい？あとで、はい、距離じゃないんじゃない？距離かな、なんだろうね、なんかでかい。でかいね、多分私をどっかで角度変えたらいいのかなっていう感じなんですけれども、まあ一応至って同じポジションに座っています。いや、ちょっとビッグな感じで、いや 秋だからね、やっぱり膨張、膨張の秋、どういうこと？上がりへ膨らむ秋だからね。いや、季節性の、季節性の大きさでございます。あ、なるほどね。まあ仕方ない、そういうこともあるのか。はい、はい、じゃあ9月、あ、9月じゃない、ごめんなさい、11月19日火曜日、だいぶ遡ったね。今日ね、朝は8月とか言ってたんですよ、私。あら、もうちょっと怒れちゃってる。まだじゃあ優勝の可能性あるってことありますよ。まだまだ分かりません。ごめんね、みんな、まだ分からん。11月の19日だわ。まだ分からんぞ、8月は。すまん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 って。じゃあ11月？うん、そう、もう実は11月。最終節ですよ。次最終節？そうなんです、次でね、もうあんなにさ、シーズン始まってさ、行くぞーとか言ってさ、キャッ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 してたのにさ、もうあと1試合で終わりですよ。いやー、えぐい。ね、そうなんだよ。えぐい。まあ、先週ね、 FC 琉球はアウェーの最終戦を終えてから、今シーズンの一番最後の試合はね、ホームで開催となっていますのでね、まだまだまだ先週の試合をもう一回は見ることができますのでね、皆さん体調、急に今日とかすごい寒くなってるので、体調崩したりとか してね、最終戦いけないとかっていうことにならないように、体調管理をね、バッチリしてもらいたいなと思います。うん、はい、31月19日火曜日、今日のトークテーマこちらです。第196節、このメンバーで戦えるのも最後の最終節へ、チームに向け、さあ、あいよー、さあ、叫べー、龍之介ね、すいません。そう、もう本当に愛届いたかな、はい、契約のね、満了が発表された選手もいましたし、あがりえさんにはですね、私は個人ラインでこの節やなって言ってね、タオル持ってきたのに責任忘れちゃった取ってきていいですよ、はい、めでたいお知らせも届いたりしたんじゃないの？ね、めでたいお知らせも来るかもしれないからね、皆さん、いろんなのがありますから、はい、気を確かに、今日も楽しくやっていきたいと思います。メールアドレスは fcryukyu.lovers@gmail.com、 繰り返します、 fcryukyu.loversgmail.com、 ラジオネーム忘れずにメッセージお待ちしております。イエイ。 FC 琉球ラバーズ、この放送はチーク60年古民家ダイニング G1 ヤロ提供でお送りいたします。お願いします。さあ、今日も私コリンとテンション上がりへと、うん、そしてチョン・ダラオさんの3名で元気よくいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いしま す。さあ、皆さん、寒いですけれども負けずにいきましょう、うん、準備いいですか？はい、いきますよ。それでは AC リュキラバーズー始まるよ。だよね、これ。さあ、今、YouTube ツイキャスには、お届けすることができてませんね。これです、ジャーボンバーズさんのリチャレンジャーかかっています。もうあと1試合なんだよ。なのに、まだ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 これからですよ。そうなんだよね。なんで先を見据えてんだよ。まだまだこれからですよ。今年が終わっちゃうよ。そうなのよ。5年後の僕は J1 昇格を見据えてますから、ね。5年、5年後に J1 昇格します。生きてる可能性ある、まだ。お、 J1 昇格します。いいね。いや、もう本当にね、夢があるね。うん、夢がある、バッチシ。お、来たー。それ2枚ぐらい持ってんだっけ？これ野田龍之介のタオルでいうと4枚ぐらい持ってます。4枚あのナンバーだけのやつとか。はい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 、推しでしたからね。そうですね、うん。いやー、はい、さあ、もうね、選手のやつは買わないようにしてます。もう悲しすぎる。いやいや、いや、まあそれで言ったらですね、ハルピーが結婚しました。やめた。ハルピー結婚おめでとう。
おめでとう。さあ、FC 琉球を涙ながらに去ってコンサドーレ札幌で頑張っております。白井晴人選手がですね、勝ち組やな、まあ、はい、結婚発表されました、おめでとう。確かに僕が晴人の奥様になられた方のお父様だとしたら、はい、J1 のコンサドーレ札幌のあの選手ですって言われたら、娘よろしくって言いますよね。言うな。え、ハルビー。いや、俺なんかお父さんだったら、あと何年これサッカー選手として活躍できると思ってんだ。厳しい。よろしくお願いします。いやいや、だいぶやから。応援します。応援します。ダメだったんか、うちらだったら。ダメだったんか、ハルト。なのか。教えてくれよ。そういうことなのか、ハルト。そういうことだったのか、お前。やっぱ、J3 カテゴリー上がってから。あ、一回さ、うん、返されたんじゃない？J1 に上がってからあーなるほどね、うん、あ、それも見据えた。そっからよ、代理人に強く言い始めたのは。あー、ないどっか。なるほど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 ね、そうかそうか。でも J2 だからね、うんうん、いや、まだ分かんないですよ。まだ分かんないですよ。来シーズン10得点決めたら、うん、プロポーズするって決めてた可能性もありますし。あー、なるほど。で、そしたらね、じゃあ彼女もお待たせ。そうね、お父さん返されたかもしれないね。だいぶ待たせました。10得点決めてから来なさいですかね。早々に決めちゃって。10得点決めてから来なさいのお父さんはほぼ結婚許してると一緒ですよ。そう、ちょっとモチベーションが足りないところだね。だって応援してるもん。背中押してるから。めちゃくちゃ応援してるもん、うん、応援してる。許してる。で、なんかね、カウントしてるもんね。そうそうそう、うん、お、入れたか、ゴールまた決めたかみたいな、うん、ライン来るんだろう、うん、あと1点だなって、うん、カウントダウンが始まってるんだ。今日の惜しかったなとかね。あ、でさ、決められなかった10点目の時に、うん、準備して待ってたんだぞ。あー、お父さん何の話やねん。想像でしかない。あ、面白い。はい、そんなこんなで、まあ、選手の、ね、契約満了のお知らせもあり、そして、白井晴人選手の結婚のね、ハッピーなお知らせがあったので、これをちらりと取り上げてみましたけれども、はい、うん、はい、現時点でですね、あの契約満了発表されている選手がですね、竹澤選手、野田龍之介キャプテン、うん、そして増谷選手で、高安選手、うん、そして鍵山選手になっています、はい、またこれがいやみんなが震えながらね、うん、見るんだろうね、更新されます、通知をさ。そうですね、やっぱり、うん、契約更改もう少し後ですもんね、大体ね。そうですね、どっちかというと満了、ね、満了から順番に、満了から順番に、うん、そう、このいやでもなんかすごい年老いて使えなくなった選手だからって感じじゃないじゃないですか。そうですね、うん、はい、で彼らが次どこ行ってどんな活躍するのかっていうのも、まあこれ楽しみですよね。楽しみですね、うん、リーグを長く見る醍醐味ですよね、うん、間違いない、うん、でいて、ちょこちょこ、次の最終戦のお知らせも入ってくるじゃないですか。来てる、私たちはお知らせの通知が鳴るたびにビクビクしてるから、うん、ちょっと広報さんにまたもてあそばれてる気分よ。明日だっけ、今日だっけ、ファンクラブのトークトークイベント、トークライブは明日ですね。明日でしょ、はい、そう、福村孝之と高安孝之がラブ孝之で、あ、なるほど、出るよ。あの写真2枚バンバンで出てくる。へぇ、あ、トークライブの写真。思った。そう、そっか、びっくりしましたよね、あれね。だから結構ド S なんだなって、広報さん結構 やってくれんなと思って、誰がやってるのかは知らないけどね、うん、やってくれんなと思いましたね、私。さあ今日もね、いろんなお知らせがまた夕方に出るんですかね、どうなんでしょうか、何時かは分かりませんが、うん、時間決めてほしいよね。あ、そっか、そうですね、何時にやるよって。今年は5時台じゃないか、もうなんか言われてますね。今のところ2回連続5時台、だいたい X で知るのよ俺、人の。わかります、えーとかね、そう、僕なんかが言ってるかあれかわかんないですけど、僕も X で、うん、今週末の場外イベントのお知らせを、え、これやもうこれやんの。あれ、あれをちゃんと僕だっけ、調査しといてよ、バイオリン弾くんっていう。バイオリンでもあれですね、内地から来るんだから楽しみですよね。そうですよね、うん、天気がね、本当に天気ですよね。あ、まあ確かにね。でもバイオリニストさんって薄着じゃないですか、寒くないんかな、大丈夫かな、いや、ウェア着て、ウェア着るんかな、琉球のパッチ履くんじゃない、下パッチ、パッチ、いや、言い方パッチって何、桃引き的なね。だからバイオリニストさんたちってやっぱこう軽装でドレスアップして演奏されてる印象があるので、お、これユニフォームとかでやるのかな、寒くないかなと思ってちょっと見てね、気にしていました。ね、あったかいっすよ、また最後の最後のまた
ホーム戦も楽しいことになりそうですね。流れさん X で知る我々ですから、うん、X 様様やタイムスケジュールからね、何から何までね、我々は教えてもらってますからね、はい、さあさあさあ皆さんもね、 FC 琉球の通知が鳴るたびにビクッとしてキャーってなったりとかすると思います、うん、先週ちなみに、放送終了後、うん、あがりえさんと私はですね、この選手のあの指合わせしながら、残ってくれるかな、更新かなとか言いながら、でなんか、更新でしょ、継続でしょ、継続でしょ、継続でしょ、そうそうそうみたいな、全継続してなんか、どうなんだろう、どうなんだろう、 こいつは硬いんじゃないみたいな、あいいね、予想したと、ね、これちょっとドキドキしちゃうよね、この人は、って もしかしたら抜かれるのかなとか言ったりしてドキドキして、はい、で、僕はもうしっかり、高安は硬いでしょって言いましたから、大丈夫でしょ、だからやわやわでした、うん、秒で、すごい、私その日の5時とかじゃないの、そう、その時の、気持ちと全く同じスタンプをインスタのストーリーにあげたんですけど、全く同じスタンプを送りつけました、あがり屋さんに、なんか遠い目してるクマみたいなチーンってやつね、チーンってやつ、俺、もう何もできねえっていう、ポリンちゃんの推し出る説、ちょっとそうなんですよ ね、あるよね、あるな、あるなんだろう、顔がいいから見る目あるんじゃないですか、そのだからだって外で活躍するんでしょ、ね、中野くんでしょ、中野ちゃん、ハッピーでしょ、ハッピー、もっと古いとこで言うと小泉ですもんね、吉尾くん、吉尾くんは良くないよ、もうほら人生狂わしたから、吉尾吉尾によって人生狂ったから、もうサッカー人生がどっぷり肩まで使ったからね、そう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 、吉尾は34歳ぐらいで琉球に戻ってきてもらって、そうなの、そう、もうなんかあの可愛かった吉尾も、あんだってけチーム背中で引っ張るようになったんだなみたいな、いやでもそれ考えたらもうまたキャンプだねキャンプだ ね、 そうですね、みんな一緒にカレー売る、コンサドーレが1月8日ぐらいにやってくるっても出てますね、はい、1月7日からですね、スタートが今年は早いからね、そう、今年開幕がね、来年ね、はい、なのでもう早く、早め早めでもう動き出してるチームたちもやっぱりいるんだなと思いながらいますけれども、まあキャンプシーズンはね、キャンプだキャンプだ言って楽しめるけれども、あと1試合ありますから、うん、我々バーン、はい、なのであと1試合、ちょっとでも上の陣順位に、はい、うん、順位でフィニッシュできるように頑張りたいと思います。まあそれで言ったらね、この間の松本山鹿戦アウェーの時ですね、 J3 で皆さん見ました、別のチームですけれども、宮崎の試合良かったですよ、とこう、追いついた宮崎と YS でしたっけ、はい、これがめちゃめちゃ熱い試合だったので、いい、はい、ダイジェストをぜひ見ていただきたいです、分かりました、その他に、はい、すごかったです、宮崎が最後に決めたんでしたっけ、そうです、宮崎が最後に、もう 0-2 だったんですよ、で負けてて、そうです、宮崎が、はい、でやっぱホームの力っていうのがやっぱり選手の背中を押したんだなっていうのが、後半28分、48分、52分だって、そうです、これで多分 YSCC は、入れ替え戦、JFL との入れ替え戦が決まっちゃった、なんてこったー、はい、コーチとの試合でしたっけね、はい、なので YS はまた頑張るっていう感じになっています、しかもホームアンダーウェイらしいですよ、決まった、マジで、すげえ、まあでもそうだろうね、盛り上げないといけないからね、だしやっぱり公平性を保つために、もうドローありの90分で、うんうん、でいわゆる CL と一緒ですね、延長があって勝たなきゃ下は上がれないってことね、で最後、まあ、決着がつかなかったら2試合目延長がある、ああなるほど、はい、延長があって PK まで、決着がつくまでやる、へえ、いやーすごいなでもなんか、うん、すごいね、その入れ替え戦だけど、うん、リーグ戦を超えてもう2試合見れると思ったらちょっと羨ましいよ、うん、あ、まあ、分かる、分かります、熱い試合を2試合見れる、でも羨ましくはない、いやでも昇格かけたとかじゃないから、そう、もうちょっと残りを残れたっていう感動を共有できるわけで、できる可能性がある、そう、残んなきゃいけないし、そうですね、まさに死闘、うん、いやその試合は熱いね、ダズンでやるらしいですからね、マジで、はい、あ、そうなの、ダズンでやるっていうふうには聞いたんですけど、どうなんでしょう、やるっては聞いたけど、ダズンさん偉い、ダズン黙ってますけど、ね、ダズン、ダズンでね、楽しみ、なんかこうやっぱさ、最初らへんは自分のチームが勝った時しか他のチーム見れないけど、うん、こう終わりかけになってくるともう見漁るようになる、なるなるなる情報をねどんどん入れてなる、そう、あさってあさって取れ、ね、なんかないかな、なんかないかなってしちゃうんですよね、うん、本当にね、まあ、J3 のプレーオフも、うん、はい、ほぼ決定メンバー、チームが4チーム
富山、松本、うん、今治、今治はもう昇格決定、あ、そうですね、うん、順位なんか、そっかそっかでしたね、それぞれ J リーグ FC 大阪福島、でほぼ決定、ほぼ決定ですね、ほぼ決、うん、北九は可能性あるんですけど得失点差11を跳ね返さないといけない、なるほど、ほぼ厳しい、ほぼ厳しい、結構なんかな面白いのしかないな、じゃあまだまだ、そうですよ、いや楽しみですね、本当に J9 は、うん、可能性としてはもしかしたら一桁台はないかな、ないね、ないですね、そうか、今シーズンはここにいてここで終わ、うん、この順位ら辺で終わるってことですね、うん、いやそうや、はい、いや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 、もう選手のね契約満了も発表されてますし、もうどん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 動いていかないと置いてかれる一方なんでね、うん、ね、気持ちまだ前に進みたくない気持ちもあるけれども、うだうだしてると琉球に置いてかれちゃうんで、頑張って走って追っかけていきたいと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。さあさあ今日のトークテーマは、最終節に向けてチーム、そし選手に対してのね愛を叫べでやっていこうと思います。さあ、あかりえすさん、はい、愛を叫べある？龍之介、やっぱりジョンソンさん、やっぱり、はい、龍之介、うん、もうね、なんでしょうな、うん、苦しみをチームと共にした男と言っていいんじゃないでしょうかね。そうですよね、はい、その間なかなかね勝利というか、うん、まあ楽しかったシーズンって確かになかった可能性ありますけども、龍之介がいたからこそチーム一丸となってシーズンを戦い抜けたんじゃないかなと思っておりますので、ぜひ現役を続けて、うん、どっかのチーム行って、あと 2、3年輝いてほしいなと思ってます、ね、そうね、龍之介の点取るのが好きだったよね、僕たち。そうですね、うんうん、やっぱね、オフの時の時もそうですし、僕ね、2022年まだ彼がキャプテンじゃなくて初年度かな、うんうん、J2 落ちた年、はいはいはい、僕スタジアム DJ やったんですけど、うんうん、で最終節やって、あ、これで僕も、スタジアム DJ おしまいだなって言った時に、本当に真っ先に声かけてくれたのが野田龍之介選手、なんて、本当に赤井さん辞めるんですね、お疲れ様でしたって言ってくれたの、本人は覚えてないと思うんですけど、あ、覚えてないよ、そう、おい、おい、でもあの年テンションさんが、うん、琉球の心歌ってたじゃないですか、はい、歌ってましたね、あれに励まされたり感動してる選手いっぱいいたよね、うん、そう言いました、いました、ね、確かにいましたって言ってあ、だっけ、森、大森か、リオ、大森リオだ、リオが結構ね、そう、リオが初めて聞いた時はあれだったんですよ、リオ、控えで、控えじゃなくて、メンバー入ってなくて、で、私服で来て、わざわざいいって、あ、俺さんって琉球愛観めっちゃ良かったですって下手くそなに、いやいや、あれはね感動したよ、あれめちゃくちゃ感動してますよ、本当素晴らしいですもんって言ってくれて、そうそう、下ろされたのは陰謀かな、下ろされてない、下ろされてない、陰謀かな、違う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 、あんなに声出しを人の心を揺さぶってたのに、下ろされたわけじゃなくて、ね、あ、そうやってね、あがり屋さんも辞退したんですよ、あ、グラナスさんがね、いや違う違う違う返してくれた、違う違う違う、僕が逆に、うん、出島で声出し応援したいから、なるほど、みんなと共に戦いたいので、天翔さんのわがまま、わがままというか、あんなに人の心を揺さぶっていたのに、いや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 、違います、もてあそんだんだ、違います、もうそうそう、プロのお仕事と思いますんで、つあ、そうです、なんでもないんですけど、ね、でもすただ出島で応援したかっただけですよ、ね、まあ、純粋にね、サポーターあるあるなんですけど、あの時のあの一言声かけてくれたとか優しい対応してくれたから推しになったんですよっていうあるありです。で、そしたら翌年ね、キャプテン、サポーターそんぐらいね、ゆるいよね、ゆるいですそんぐらいイージーです、イージーです、ちょろいんだよね、ちょろいの我々ってね、ちょろい、ほんとにちょろい、ちょろいんだよな、ちょろいのよ、ちょろいんですよ、一緒に写真撮ってくれるだけでも、そう、なら今シーズンはもちろんね、負けても勝ってもハイタッチもやりましたし、マスマッチでファンサービスもそうですけども、それをしたおかげでですね、私の推しなんですって呼べる選手を持ったサポーターがめちゃくちゃいっぱいいると思います。それでかいよね、本当にありますね、絶対増えたと思いますね、うん、いやだって最後のハイタッチだってさ、うん、まあ、不甲斐ない試合の時には、うん、来ないじゃないって思う日もあったじゃん、あった、でも毎回あそこにちゃんと人がね、そうなんです、集まってくれてさ、うん、あれみんな楽しみしてたんだよ、うん、やっぱね、推しが落ち込んでる姿を見ると、うん、言ってあげて、
頑張ってるの見てたぞ、そうなんだ、言ってあげたいっていう機会、うん、 そうね、それも次で最終戦、いやいや、いやもう本当にあの先日ね、松本山雅の試合終了後には選手との交流会が行われて、はい、もう本当に楽しかったな、だって大人気すぎて、あの人数急に増やしたって言ってましたからね、本当にね、たくさんの方があのいい思いをして終わったんじゃないかなと思っています。この場をお借りしてあれですけど、はい、最終節、うん、ハイタッチありません、あれ、あやっぱそうですよね、セレモニーがありますもんね、あ、まあこうね、公共の電波を使って3万人のリスナーに、そうですね、大事です、届けとかないと、ちゃんと3万人にこぼすことなく届けられるかは分からないけれども、はっきり言っとかないといけないです。ハイタッチにね出てきたらセレモニー見れませんよ。そうですよね、セレモニーが、そうですね、最終戦はありますからね、はい、じゃあどこで選手と交流すればいいのと思っている皆さん、はい、安心してください、安心してください、 FC 琉球最終戦の前日、11月23日公開トレーニングマッチが決まってます。マッチじゃなくて練習公開か、公開練習が、公開練習、はい、公開練習が決まってます、はい、そうなんです、11月23日土曜日、9時半から八重瀬町スポーツ観光交流施設にて、行われる予定となっています。でこのなんて言うんですか、皆さんの公開練習見た後に、まあファンサービスがあるんですかね、いつもだったら、はい、あるあるでしょう、そこはあるですかね。ただね、また皆さん SNS に載せないように、写真撮らないように、まだ試合続いてますからね、うん、そしてあとまたね、その辺に止めて公開練習もうやらないでって近隣住民に言われてしまったらば、やりたくてもやれなくなってしまうので、そこだけね気をつけて、駐車場もやっぱり台数か数にね限りがありますので、乗り合わせてくるとかしてね、みんなで守って、うん、来年もねまたトレーニングマッチであったり公開練習ね見させてもらえるように、みんなでルール守っていきましょうね、はい、そのような感じなんでね、ここでゆっくりやるしかないよな、だってバス待ちなんてな、出てきてくれるけど乗らない選手もいますもんね。いますね。はい。最終節は多いかもしれないですね。多い、そうそう。そうですよね。でもバスの方に行って、はい、帰られる方の方が、はい、多いですね。最近は本当にありがたいです。皆さん本当にね、我々がずっとね、人影が来るたびに、あ、来たーって言ったら、あ、違う警備員だとか、コーチだ、来たーって思ったら対戦相手の選手じゃんとか、もうそういう本当にね、夜は特にね。本当に、でスタッフが出てきても子供がサインを求めるっていう、この。変わらん。コーチ陣が捕まるっていうね、僕ですかみたいなそうそうそう、なるのでね、だからまあ、最終戦、終わった後はセレモニーがありますので、ハイタッチはないのですが、うん、セレモニーをねみんなで見届けて、 FC 琉球のね2024シーズンをねみんなで拍手喝采で終われたらいいですね、素晴らしい、はい、勝利の歌で終わりたいですね、終わりたい、ね、いや、そんなこんなで、今週末に思いを寄せながら FC 琉球公式ホームページよりお知らせに行きたいと思います。毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております FC 琉球ラバーズ、ここからのお時間は FC 琉球公式ホームページよりお知らせです、うん、先ほどもお伝えしました11月23日土曜日、公開練習があります、時刻は9時30分から、場所は八重瀬町スポーツ観光交流施設です。はい、この、こちらにね参加される方ご自身で、しっかり防寒だったりだとか、うん、雨の対策とかもしっかりするようにしてください、そして、施設敷地内はね禁煙となっています。喫煙所はありませんので、頑張って自然の酸素を吸ってこらえてください、うん、はい、そしてですね、いつも通り SNS に写真を上げたり、誰々選手こういうことやってたよとか、うん、そういうのは絶対上げないようにお願いします、うん、で撮影を確認した場合は撮影データの削除にスタッフがねピッピーって走ってきちゃいますので気をつけてください、うん、そして駐車場ですね、本当に駐車場だけ気をつけてほしいです。一般道から駐車止めてね見るっていうのはやめてください。必ず駐車場に止めるようにお願いします、今後のね公開トレーニングが実施できなくなる可能性が出てきますので、うん、ぜひねみんなで、この公開練習がまた来シーズンも見れるように
つなげていきましょう。さあ続いて今週の最後のねシーズン最終節、11月24日日曜日2時キックオフ、 FC 琉球対 FC 岐阜戦。こちらではなんと夢パスをお持ちのお子様先着800名にオリジナル T シャツプレゼントです。懐かしい。はい、こちらね事前に夢パスに申し込みが必要になっています。本当に最後の最後この1回だけ参加するよっていう子もいるかもしれません。先にね申し込みすることもできますので、ホームページのね申し込みはこちらというところから申し込みをお願いします。そしてですねこの11時30分から、配布開始予定なんですが枚数がなくなり次第終了となっています。800枚です。で、今シーズン500枚限定の T シャツが配られた時は、2時間ぐらいでだいたい配り終えていたのを私は記憶していますので、まあ、800枚なのでね2時間とちょっとなのかな、人数によると思いますが、最終戦なのでたくさんの方がね来ると思いますので、どうぞ皆様早めに準備して来てください。お願いします。そして、11月20日明日です。明日はねなんとマキト君の誕生日です。あら、はい、いいね。はい、マキトの誕生日にファンクラブ限定のトークライブがあります。はい、7時30分から8時の予定です。だいたいね予定なので前後することがあります。でこちらの出演選手は福村選手、そして高安選手でございます。パチパチ、ダブル高い、はい、でちょっと先に設定していた選手ももしかしたらこう変わってしまうこともあるんですが、今のところこの2名でね、行く予定となっています。そして FC 琉球さくらの首里石鹸コラボの石鹸です。で、はい、こちら希望というコラボ石鹸が、はい、販売開始となっております。店頭で売ってるんですかね。そうなんです、これはですね活動資金支援石鹸となっていますので、皆さんがね購入してFC 琉球さくらを応援につながるというものになっています。もちろんインターネットオンラインショップでの販売もしておりますし、店頭での購入もできますので、ぜひね皆様いい匂い、なのでアガリエさんはどうやら使っているというふうに聞いたんですが、僕この FC 琉球さくらさんのはまだやってないんですけど、最近やたらもらう機会が多くて、首里石鹸さん、首里石鹸さん、そうですよね、そう、外よりめちゃくちゃ喜ばれるみたいな、僕使ってみたら本当に良くて、泡がね優しいんですよね。泡だち、ケーマーだからじゃないんですか。ケーマーもあるかもしれないですね。おーケーマーも認める石鹸か。ケーマーだとより泡立ちがいいです。泡立ちがいい、ふわふわのやつ、ふわふわ、じゃあより良い感じがしますね。まあ本当にだけど洗顔用にめちゃくちゃいいですね。いいんだ、売れてるもんね、すごいお店増えてるね。そうなんですよ、国際通りには右左両隣にね向かい合わせるようにあったりもしますからね。さあこのような感じで FC 琉球さくらもね応援することができますので、ぜひ皆様店頭立ち寄ってね、購入してみてください、はい、以上 FC 琉球公式ホームページよりお知らせでした。イエイ。アガリエポイント、このコーナーはテンション上がりや独自の目線で皆さんにここを見てほしいっていうところを言うコーナー。イエイ、みんなお元気してますか。元気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 、テンション上がりポイントはこちらでございますはい、飛びどころの PK を蹴る時の藤原の動き、あー私も同じの見てた、見てましたかね。はい、藤原選手がですね、PK の時は、キッカーが蹴るまでは、ゴールキーパー含め皆さん動いて、ゴールキーパーはまだいいんですけど、ペナルティエリア内に選手入ってきたらダメなんですよ。入った場合蹴り直しが行われたりする処置があるんですけども、飛び所選手が PK ゆっくり走り始めた、助走を取った時にですね、藤原選手が2列目がスッて入ってきて、で蹴るぞってちょっとギア上げた瞬間にパッて走るんですよ。もういわゆる弾いたボールを詰めるために、はいはいはい、その時ですね、一回富所選手がタイミングずらすんですよ。フェイントしたんですよね。フェイントちょっとクッと止まる感じ、その瞬間藤原選手走り出してるじゃないですか、そのまま振り込んだら怒られちゃう。その瞬間右に一回ステップ踏んで中に入らず、で蹴った瞬間中入ってくるんですけど、この瞬間が絶妙ですごい、それをぜひね皆さん見て、走ってきて助走つけ瞬間2列目がスッってきて
もうそのまま振ったら入っちゃうから、だけどタイミングずらしたら見た瞬間に一回右にステップしてまた中にバッて、ベテラン選手ですね。このベテランなりの動きをぜひですね見てほしいです。線のところでこうやったわけじゃないですね。やったわけじゃない、おっと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 じゃないな。スピード殺さずに誰よりも先にペナルティエリア入るためにその右ステップ踏んだ富所の PK だったけど、FGR の動き、今回のテンション上がりポイントですよ。チェッケー、これ私も見てました。見てましたね。藤原さん、かっこいい。ありがとうございます。毎週火曜日お昼2時から元気よく生放送でお送りしております、 AC リーグラバズ。今日のトークテーマは愛を叫べでございます。イエス。さあ皆さん、いっぱいメール来てます。もうね、X だったりだろ、何だったりなので、うん、みんながね、選手の契約がの事情とか何かが発表されるたびにざわついており、我々は公式ホームページよりも先に皆様の心の叫びで気づいたりすることもあります。はい、だからアガレーさん何か知ってますって言われても皆さんと一緒ですって言ってた。知りませんね。知ってるわけがない。情報入ってません。もうすごい、もう役者さんよ。だってみんなね、契約満了が決まっていても普通にいつも通りにね、接してくれてるんだなと思うと泣けますよね。うん、この間の試合の終わった後のハイタッチですね。私動画を、FC琉球ラバーズの、うん、リールでインスタグラムに上げているんですけれども、選手それぞれにね、次頑張ろうとか声かけたりとかしてるのをそのまま載せてるんですけど、高安くんがね、私がいつもさ、高安とか言うの分かってるから見かけたら笑うんですよ。うん、ちょっとニコってするけど、でもあ違う違う、ドローだったんだったみたいな感じでキュッとしてくるんですよ。うんうん、でさ、私はそれでキャベイキャベイとか言ってさ、もう本当にさ、もう本当にもう本当にいつもの感じなんですよ。痛いやつなんですよ。痛いやつ。でもそれでいて、ほらやっぱ自分の中ではね、もう満了っていうのが分かってた上で試合に出て、うん、はい、そしてそうやってね、私がさキャッキャ喜ぶの分かっててさ、ちょっと微笑みかけるとかさ、うん、どういうこっちゃよと思って。あんたスターのやり口やな。すげえなと思って。やっぱさ、アイドルも好きな理由はそうなんですよ。練習してどんだけ泣いてても、うん、ステージでは見せないじゃないですか。見せない。そういうのよ、やっぱその努力。そうね、人としての強さだよね。そうなのよ、本当にあれがて、もう一回しか見れないんか。いやー彼氏、はい、まあ、ベチイルスかどうかも分かりませんけどね。あんたさ、いやいやいや、めっちゃ冷たい。冷たくない？冷た。あれ今日なんかあった、お昼ご飯抜いてるんじゃない、あれ。あら、お腹空いてるの。そう、空腹のピエンかもしれないね。もういろんなね、選手の文言があって、まさに選手のね文言では、やっぱ PS で皆さん涙する人も多かったんじゃないでしょうかね。うん、たくさんの選手のあれこれどんどんありますけれども、皆様からのメッセージが来てますので、はい、読んでいきたいと思うよ。読んでいきましょう。いいよ。あー、ガリエさん行けますか。はい、お願いします。タカです。タカさん。はい、アウェイ最後の松本行ってきました。試合後の交流会で今まで話したことなかった選手から、沖縄からですよね、ありがとうございますって、さらに今シーズン限り対談が発表された推しの選手にお礼を言いに行ったら、同じ名前なんですよねって、こんなおじいでにやかな、エッチ、このバカ、エッチじゃない、エッチなん。こんなおじいでにやかなファンのこともしっかり見ててくれたんだって思ったら泣きそうになりました。さあ最終節、みんなで力も声も出し切って笑顔で終わりを、そして来シーズンこそは次のステージへ。いや嬉しいよね、うん、認知認知は一番嬉しい。誰かと間違えてでもあーって言われるだけで十分です。あ、それでもね、そう嬉しい、あーって言われるだけでもうそれでファンになっちゃうね。そうそうなんですよ ね、 やっぱ別の友達が推してる選手と仲良くしてるとか、うん、そういうところから推しがまたどんどん広がっていったりとかね。うん、もう今シーズンはね、立派な作戦にやられたなと思います。
コリンがもうすでに、はい、もう大変なことになる。だって推しメン総選挙の時の、うん、私だってもう私が川にゃみたいな感じで、うん、11人ぐらいの選手の具使ってますよ。えぐいや、あの塩澤さんにもあの思ったより多かったです。多分だから5人ぐらいかなって、うん、絞って5人ぐらいでどうにか悩んでるのかなと思いきや11人ですからね。いや、もうね、いや高さん同じ名前ってことはやっぱり高雪なんですね。高雪です ね、 うん、じゃあ見るんだろうね、うん、明日も ね、 明日ね、特イベントね、楽しみだな、はい、明日。さあ次メリークよー、ユータッチでーす、はい、楽しかった今シーズンも最終節を終えます。今週のトークテーマはメンバー、このメンバーで戦えるのも最後、愛を叫べですね、うん、あがりえさん大変お待たせしました、うん、1年ぶりのあれお願いしてもいいでしょうか。ありましたっけ、はい、いくよ、いくよ、 AC リーキューラブラブそんなコーナーありました、ね、ありがとうございました。ありました。ちなみにですねこのメッセージのすごいところ、はい、あがりえさんがですね告知したその5、6時間後に来てるんじゃないでしょうかね。すぐね、はい、すぐに愛を叫んでくれました。ありがとう、ゆうたっち。帰りの電車ぐらいで売ってるんじゃないですかね。でもね、ありがとう。さあ続いて、はい、じゃあ行きたいと思います。はい、ハッシー、はい、ハッシーさん、ありがとうございます。今年最後の現地観戦行ってきました。早速ですけどもスタグル紹介からいきたいと思います。スタグルで一番インパクトあったのは、うん、サンドロンさんのスペシャルバーガ ー、 ブラジル人のシェフが作っていて、パティだけではなく厚切りベーコン、ソーセージ、ブラジルバーベキューでおなじみのある具材が入ってて、おなじみのある具材が入ってて、さらに卵、トマト、レタスなど具沢山な中身を、直径が大人の男の手のひらぐらいのサイズの特大バーガーの方はビッグマックにも大きい特大バーガーでございます。重量がずっしりと渡せた時はどうやって食べようと一瞬考えてしまいましたが、うん、僕は口は大きいのですけども、一口ハンバーガー上下かぶりつくことができませんでした。上半分やっとかじるくらいの大きさでした。食べ応えは十分で、並んで買った甲斐がありましたね。チェーン店じゃない自家製ハンバーガーってやっぱいいですよね。他には松本行く時は毎回食べる長野三県産牛の牛串と、安住さん、安住の産ベーコンの串焼き、緑に色づいた山川ビールありましたね。味わいました。肉試合はあまり良くない前半と、なんとか巻き返そうという気概が見えた後半で、うん、エンジンが温まるのに時間がかかってしまった印象でしたね。それでも富所選手の PK を決めた得点シーンはゴールラウンド全員盛り上がりました。交流会も参加しましたよ。立食ビーフを味わいながらサポーター仲間と話して、選手からサインもらったり明日の話をして交流を深めました。ジョン選手間近見るとでかいですね。イケメン具合も印象に残りました。高橋選手、なんと麦焼酎のソーダ割りをお酒作ってもらおうという予想だにしないといけない。面白い、いいな。まさに選手はとにかく明るい感じで、おしゃべり太陽みたいな人で、人気の高さを改めて目の当たりしましたね。選手の皆さんはサービス精神旺盛で好青年だなと思いました。サポーター仲間で交流会後、利用した居酒屋打ち上げ会もしました。ジンベエには今年新しく作ったシンボルマークが描かれた歓迎メッセージを用意してくださり、店内 BGM も琉球愛会、琉球ウィンドウを流してくれ、あすごい、とてもサービスをしてくれました。チームのサポートのあり方や他の参加した方の生い立ちや人となりを知ったり語ったり、結束が深まった会になりましたね。これを聞いて楽しさだなと少しでも思った方は、そこのあなた、アウェー遠征はいいですよ。来年は一度はアウェー遠征行ってみてください。後悔ありませんよ。いやいいな、いや愛の詰まってる、ねね、交流会もすごい楽しそうだったもん、本当に皆さんね、参加された方本当に、去年ね参加できなかった方たちが、うん、あの今年はリベンジでね参加されてる方もいたと思います。なんかいいね、みんなこうやって、だって普通ないでしょ、本当にないよ、ね、いや毎度思うんですけど、今年あったからって来年あるか分かんないじゃないですか。いやけど こんだけいっぱいだったんでしょ、うん、来年やるかな、やってくれるかな、300名規模とかで。いやそしたら、いや多分もう絶対管理できないんで、まあね、選手を守れなくなっちゃうんでね、グッとしてね、グッとして、ね、人数絞って、うん、また来年もね開催してもらえたらなと思います、うん、もちろんあの場外イベントであるこの最後のハイタッチ、うん、まあ次がね最終戦ということでセレモニーが行われるのでハイタッチはなしなんですが、うん、これもまた続いていくものなのかどうなのか、これは来シーズン始まるときには皆さんに告知できたらいいですね、やってほしい、はい、なので皆さんも声を届けていきましょうね。はい、さあ次メリアムよ、はい、ザワケンです、はい、京都サンガのサポーターさんですね、うん、ありがとう、うん、
皆様こんにちは。京都サンガから琉球さんへ行った野田選手をはじめとして、うん、選手の契約満了の発表が続々出てきてますね。仕方ないことですが寂しいです。最終節にベンチ入りできる選手、惜しくもできない選手、監督、コーチ陣、スタッフ、ファン、サポーターの皆さん、全員悔いのない今シーズンの最終節送ってほしいと思ってます。絶対に勝ってみんなで笑い合って、そして来シーズン期待できるような最終節頑張りましょうね。バーマス琉球、ありがとうございます。いやー、ね、嬉しいね。京都さんも残留決まりましたから J1 は、はい、もうすごかった後半のあの勝ち方はすごかった。本当にすごかった、すごかった。ユーフォ見てたよ、見てたの、うん、京都すごかった、ね、素晴らしい。はい、次のメッセージは読めそうですか。はい、行きます。はい、お願いします。テンション上がり屋さん、佐久田さんすみません、誰だよ、誰のこと、誰だよ、そんなこと言ってくるやつ、番組間違えていい、番組間違ってます家族でよく試合を見に行っています、はい、まあ、ゆうやさんでいいかな。坂田さんはオンサイドでよく話しかけてくれてありがとうございます。あがりさん、いつもタイミング合わずですけども、話変わって今シーズンも残り1試合、子供たちはジョンの大ファンでございます、ね、勝った時の姿を見ると喜んで、負けた時は泣きそうになったり、ジョン来年見れるか分からないというとショックを受けてましたね。ジョン選手の今後はどうなるか分かりませんけども、ホーム最終戦は琉球が勝って、ジョンの笑顔も見ていい思い出となったらいいなと思っております。うん、内容まとまってないですけども、これからも家族で FC 琉球応援したいと思います。いやー、そうだよね、ありがとうございます。家族でジョンの大ファン、ジョン家族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 、それはもうジョンの家族そうだ、ね、ジョンファミリーやん、ね、ジョン選手はだからレンタルですから。そうですね、レンタルで来てます。借りてんのか、そうですよ、はい、延長あるかレンタルバックか、返したくはない、話したくはないみたいな話したくはないみたいに歌ってもらいますね。すごい、そっか、レンタルの選手、本当にそうですね。岡澤くんはレンタルのセレッソ大阪からね、そうです、あの来て2年目過ごしましたから、うも もう次はないのかな、どうなんだろ ういや、もうさ、もうさ、分からん、もうさ、完全で来ちゃいなよ、無理だよ、あのさ、考えてみ、無理だよって、無理だよ、みんな考えてみ、無理だよって、だってこの選手ないはずって思った選手こそ満了になってるさ、もう無理だよ、俺ら予想なんて、予想なんてな、何もできねえ、なんもできねえ、なんもできねえよ、これ松しかねえ、松しかねえ、なんかちょっと東北なんすか、今日だけど今日は松しかねえから、うん、みんなで、ね、ちゃんと今日の5時クリックするのか今日ありますかね、怖えな、5時、今日の5時にクリックするのか、それともみんなの X で知るのか。僕、自慢屋の営業開始時間5時なんですよ。あ、いや、この前に4名の時、うん、団体だったんですよ、2回貸し切りの、うん、まあ自分でモチベーション取り戻す時間がありましたフルスロットルでオープンから行かないといけない、オープン行きたいのに急にね、急にプッ、急にシューズ取り上げられたみたいなね、裸足で走れみたいなSNS チクチクする瞬間、ええだったよね、いらっしゃいませつってこの時期ね、なんか予約が取れてない時の反応に、え、団体みたいないやー、もうみんなね緊張してると思いますけれども、うん、解決策はただ一つ、通知をオフにして見ないことです。いやいやいや、見ちゃうよ、それさえも楽しんでんだから。そっかそっか、そうだよね、対策でもなんでもないです、うん、ね、そうだよね、受け入れるんだよね、受け入れるんだよね、対策なんかありません、うん、でみんなとのやり取りがね濃くなるんだよね、そうです大丈夫、見た、生きてるみたいなね、息してる息してる、泣いてないっつってね、コリンは生きてます。はい、はい、行きましょう。さあ、吉田です。はい、今シーズン残すところあと1試合、現時点で契約満了5人の方が発表されていますが、うん、毎年この時期寂しいです ね、うん、ね、今シーズン結果を残した選手、残せなかった選手、それぞれいますが、同じチームで戦った仲間なので誰であろうとお別れは残念です、うん、最終戦では推しの武志を見たいっていうのもあるんですが、一番は野田キャプテンを長い時間見せてほしいなと思ってます、うん、去年低迷するチームの中でも得点で引っ張って残留させてくれたこと感謝しかありません。
今年も輝いてくれると期待していただけに、自分としても残念でしたが、野田さんにとってはもっともっと悔しい1年になったでしょう。年齢的にもキャリアの最終盤ですが、琉球で最後に得点を決めて次の所属先でまた爆発してくれるといいなと思います。あとどうせなら最終戦の前に契約満了選手はある程度出してくれるとありがたいなぁなんて思っていたりします、うん、FC 琉球様、お別れの挨拶もしたいので何にとぞよろしくお願いします。試合後には来シーズンに向けての発表もいろいろあるとのことでしたし、契約満了情報で下ばかり向いてても仕方ないです。来年より良いチームになるため、出会いあれば別れもあるってことで、ストーブリーグをみんなで一喜一憂しながら楽しもうというわけで、週末タピスタでお会いしましょう。お疲れ様、はい、お疲れ様です。ありがとう。そうですね、野田見たいですね。試合で決定見たい。やっぱね、みんなも見たい選手っていうのはいっぱいいますからね、うん、いやもう本当に、ね、進んでいくからね。そうね。でちなみにですね、 FC 琉球の公式ホームページは別に今何もお知らせしてません。まだ大丈夫、まだ大丈夫です。まだ生きてきます。少しずつはね、新しいエンブレムも、はい、発表されますからね。そうです ね、新しいエンブレムの発表も決まりましたから、どんな感じになっていくのか楽しみがあるけれど、でもなんか、ま、勝ってね、いい雰囲気で、いや本当来シーズンに向けての、ね、希望を持てる、うん、いい最終節にしたいよね。という意味で言うと、やはり全力で勝利ひたすら目指して戦っていただく、うん、あれ今ちゃんと歌い始めた。いや、ね、歌いそうになりました ね、ですよね。今勝利目指しね、勝利目指し、最後まで戦おう。いや頑張ろう。あと1試合っていうの、我々の応援熱が上がってるじゃん。はい、上がってます ね、うん、ね、大丈夫かな。来年殴り合いしてんじゃない私たち。ねえ、ね、なんだお前今の言葉っつって、お前ちょっと待てよみたいな。ちょっとちょっと別の番組立ち上げちゃった。サポーター中みたいなってじゃないですか。アイダのなんだのにしよう。そしたらもう、あ、もう、もういろんなこと言おう、うん、そしたらそうですね。ね、いいな。そう、それやったら楽しそう。琉球だけじゃなくて、いろんなチームの人も呼んだりとかしたら楽しそうですね。サ、ね、うんね、ッカーをね、盛り上げる人でもね。うん、そう、あのこういういろんなのがありますからね。うわ、さあハンズちゃんからツイキャスにコメントが来ているので読みたいと思います。なんと最終節、息子の運動会、あら、後半には間に合うかもしれないので、それまで上がり屋さんに託しますね。任せてください。私 FC 琉球サポーター2年目ですが、うん、この時期寂しいですが、乗り越えた先に大輔との出会いがあったと思うと悪くないのかな。また新たな出会いも楽しみにしながら過ごそうと思います、うん、そうだよね、いっぱいありますからね、うん、結構ね、初年度僕も食らいましたけど、こんなに選手って簡単にいなくなっちゃうんだっていうショックを乗り越えて、うん、そう、さらにチームも愛が深くなっていくみたいな、うん、ですよね。そうですね、うちの自慢屋にも、はい、マスター選手がよく来てくれるじゃないですか、はいはい、でスタッフも何名かマスター選手のことを知ってくれるようになって、うん、でそしたらマスターに選手の満了出たよって報告したら、本当に地味にショックを受けてました。えっえっ、もう来年いないんですかみたいな。そうなんだ、急にね、片言になるね、みんなね。そうなんですよ。へえ、あんなにめちゃくちゃ疲れてて、シリクサポーターの皆さんと別に仲良くて試合も出てたじゃないですか。ねえ、つって。何、本当に、だからそれ言ったらさ、切れないしさ、本当わかんないよね。本当ね、うん、プロって厳しい世界なんですよ、つって。いや本当にね、うん、だってもうこの時期ね、選手のインスタのストーリーに何が上がってるかですらビクついたりしますもん。ショーニーに言いたい、平松のショーニーに言いたい、はい、平和記念公園行ってたの、なんで急に平和になったのなんで今このタイミングでお前行ったんだよみたいな、思い出作るじゃないの。いや、怖い怖い怖いってなっちゃうんですよ。観光地回っとこうみたいな、なんで急にそこでと思って、なんでと思って。いや選手も気使うね、そういう意味ではね。そうそう、本当気使います、まあ、でも一番気にしないのは外国人選手ですよね。普通に乗せてくれるから、そうそうそう、一番リラックスして見れます、うん、何かが上がってたとしても、うん、であとね、あの鈴木の純也くんが、あの試合試合一試合一試合終わると ね、あの思いを綴ってます。ちなみにこれ純也くんサポーターに聞いたところですね、 FC 琉球に来てからこうやって一つ一つの試合の思いをね
書くようになったっていう風に言っていて、鳥取の時はそうでもなかったか。はい、なので多分だからそれはやっぱ上の皆さんが FC 琉球の選手とサポーターの距離を近くしてくれたおかげで、うん、やっぱ多分みんなの子供たちの声も選手にしっかり後押しするようにね届いてる結果なのかなと思いました、うん、それをね純也くんがこう一つ一つの試合が終わるたびに ねこうやって言葉に乗せてくれてて泣けるってなりながらね見るんですよね、うん、いいよね。いやいろいろありますね。いろいろある。大丈夫アガリアさん、はい、ちなみに、はい、コリンは、うん、愛は叫んでます？叫びました？愛はもうないよ。でもあれですよ、来年またいいかっこいい選手が入ってくんですよ。そうだよね。そしたらまたウハウハするんですよ。もう来年の話するのちょっと早いかもしれないですけど、今年のマスターにブチバージョン、もともと琉球にいた選手、はいはいはい、何年か外で過ごして帰ってくるみたいなのも、泣きにしもじゃないですか。泣きにしもでしょう、僕ちょっとそれを今ワクワクしながらちょっと考えてるって思う。まあでも誰だっていう話になりますよね。そうなんですね。確かに誰が帰ってくるの、あの選手まだ全然上のカテゴリーできたはずなのにとか、ああそんな気がしたよとか、だとしたら、うん、ちょっと J2 ぐらいで、うん、じゃない、なんか J2 ぐらいで、うん、いますかね。やっぱねもうちょい力つけて、うん、J2 狙える位置に琉球が必ずっていう状況ができないと、そうかそうか、俺の力使ってくださいにはなかなかならね。そっかそっか、はい、いやーなんかなこの選手のさ名前ずらっと見ててさ、うん、何が何でもソンスはお母さんのためにも残ってほしいっていう気持ちは強いですし、はい、だって入院した時タオル持ってましたからね、握りしめて持っていくって持っていくって励まされたんだよね。そうだって絶対見ないだろうと思ってHuluだけ契約してたらダゾンも見るんだっつって、あらダゾンも見れるようにしてくれこれとか言ってソースが出るはずだとか言ってね楽しみにしたりとかしてさ、あら素敵、本当に今シーズンはみんなの存在で我々は支えてもらってるんですよ。ね、僕たちはねお母さんのおにぎりで支えられてそうですね夏を乗り切れましたけど ね、ありがとうございます。コリンママにね本当にねたくさん の選手の本当にね人当たりの良さで、うん、たくさんのサポーターが増えたこと、そして仲良くなるきっかけもね選手によって作ってもらったような年だったので、うん、もうこれがねあと1回で終わってしまうのはすっごく寂しいんですが、我々は前を向いて生きていかねばならないの そうですね、頑張っていきたいと思います、うん、まあ来週はね、シーズンが終わった後の放送になるのでまた愛を叫んだっていいと思うからね、うん、はい、なのでもね皆さんまだ叫びそびれている愛がありましたら、まだまだFC リキュラバーズは続きますので、我々も契約更新のね発表もしないといけないと思うんでね、どうなるんでしょうかね、 FC リキュラバーズ更新です。やった、本当に更新です。本当に軽かった、ありがとうございます。200回をちょうどいいんでってなったりして、ね、更新です。よかったです。200回も特別なこともなく淡々と淡々と日々をお知らせ、誰かでも来てほしいねですね。読みましょう、大川選手いついつ12月の12月次来週も読みますか。次来週は、11月の26平松の翔選手の誕生日ですね。何回目、はい、ラバーズ、ラバーズがあこれはごめんなさい、200回記念、7、8、9、10、12月の17日火曜日ですね、はい、その日そこねちょっとね、はい、行きましょうよ、誰か行けたらいいですね、はい、その時にはね来シーズンのスケジュールが13日に発表されてるので、うん、発表された後来年はあれだよね、やっぱりもうちょっと選手来てもらったりとか、うん、もうもはや監督に来て話を聞けるみたいな、そうですね、番組になればね、うん、嬉しいよね、中断期間とかもあるはずよね、うん、だってそのねもうにわかサポーターでキャッキャッキャッキャ言ってる番組になっちゃってるからね、そうまだまだ重厚感増すためにも、うん、ちょっと分厚さが欲しいよね、はい、いやかもうそのキャッキャ結果に監督巻き込むぐらいあ逆にね、うん、逆に巻き込む作戦で、ね、オーケー、じゃあみんなでもっとキャッキャキャッキャしていきましょ う、うんそうね、さあ今日のトークテーマチームに向けてさ愛を叫べでお送りしました。皆さんたくさんメッセージありがとうございました。ありがとうございます。
週火曜日お昼2時から元気よく生放送でお送りしております AC琉球ラバーズ。この放送はチェック60年古民家ダイニング G1 屋の提供でお送りしました。テンション上がりもいるよ。イエイイエイ。さあ皆さん泣いても笑っても今週が来てしまう。はい、なので皆さん11月24日 FC 琉球対 FC 岐阜の一戦2時キックオフです。場外、T シャツの配るのはね11時30分から開始予定となっておりますので、天気はどうかわからないけど皆さん暑さ対策とかね寒さ対策、うん、両方どっちでもいいようにね、荷物いっぱいできてください。よろしくお願いします。さあそれでは皆さん、ごめんなさい、岐阜戦終わった後ハイタッチはなしです。その後はセレモニーが行われますので、うん、皆さん会場でね選手を見てください、はい、よろしくお願いします。それでは皆さん右手でも左手でも大丈夫です。パーにして中指と薬指を曲げて世界共通の I love you の島で終わりたいと思います。最終戦何が何でも勝ってしまおうではないか、うん、それでは皆さんまた来週もお聞きください。さよなラバーズ。最後は絶対勝つで。